おはようございます。誰が読んだか、心や写しきパンクロッカー、山田バサラです。え、今日はですね、12月17日、いよいよですね、竹原ピストルとの、え、ツーマンライブということでね、皆さん今日はすいません。本当にね、時間がないので、もう編集なしで、文字編集なしでもう一発撮りで、え、今日はお送りしますので、皆さんご了承くださいませ。 えーっとですね、えー、山田バサラ、今日は、えー、まあこの、ツーマンライブに備えて、まあ僕なりにできることをいろいろやろうと思ってですね、えー、今日、昨日か、昨日から今日にかけて、えー、手書きでね、フライヤーをですね、作ってみました。なんかもうあの、こんな感じでね、手書きでフライヤーを作ってみました。えーというのも、なんかこう、今ね、 簡単にもうあのー、まあス、スマホ僕はまあ、タブレットですけれども、えー、ライブ告知ね、デザインできるじゃないですか。ね、アプリでね、えー、文字編集もできるんだけれども、なんか、もう一回初心に帰って、えー、バンド活動をですね、始めたいと思った時にね、楽器屋さんに紙をね、手書きで書いた時のような気持ちでね、えー、みたいなと思ってやって、まあえー、自分の思いをですね、えー、自分の手書きで載せて書いてみました。えー、まあ、あのー、 ほんの少しでもね、その気持ちが届くといいなというふうに思っております。えー、そして、はい。えー、今日のライブはですね、えー、昼も夜もなんかソールドアウトになったということでございますので、まあ、えー、まあ僕もそうですけど一番はマスターと、まあピストルがね、すごい嬉しいんじゃないですかね。え、そして皆さん 今日一日本当にですね、えー、楽しんでいただけたらいいなというふうに、えー、思っております。まあ、あの、僕も今回いろいろ、まあ、えー、こうやって、えー、手書きのフライヤー作ったりとか、また衣装もね,ね、普段は結構、あの、あんまり衣装には気にしないんですけれども、ちょっとこう僕なりに、えー、まあ、気を使って、衣装を昨日はですね、上から下まで購入したりとかね、まあ、あの、できるだけ、えー、ほんの少しでも、えー、ほんの1%でも皆さんの満足度がアップするようにですね、えー やってきましたのでもしねそれが届くといいなというふうに思っておりますまぁ、あ、とにかくあのー、自己満足に終わらないようにまずはいいライブだなっていうふうに思っていただけるように頑張るのが一番なので、えー、ということで今日はもう本当に編集一切なしで一発撮りで送ります、えー、今日は、えー、そんな山田バサラでした皆さんも今日一日元気でさらばんじじゃあ行ってきます